ワールドカップポルトガル監督ロナウドのベンチスタートについて言及後悔はしていない FIFA ワールドカップカタール大会モロッコ1ゼロポルトガル準々決勝10日ドーハアルスママ競技場敗れたポルトガルのフェルナンド・サントス監督68は試合後の会見で37歳のロナウドを2試合連続ベンチスタートにしたことについて後悔はしていない と断言した同監督は6、1で勝利した決勝トーナメント1回戦のスイス戦で良いプレーをしたメンバーを起用した変える理由がないとモロッコ戦のスタメンについて説明その上で最も難しい戦術的決断の一つ温情で決めるわけにはいかない頭で考えないとロナウドがもはや素晴らしい選手ではないということではないと話したイタリアの著名サッカージャーナリストファブリツィ ロマーノ氏によると、フェルナンド・サントス監督は数日以内に解任される可能性が高いという。